皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ドジャースのジャック・フラーティ投手29が28日、日本時間29日、敵地でのヤンキースとのワールドシリーズ第3戦の試合前に MLB ネットワークのインタビューに応じ、チームメートと外食した際の出来事を語った。ドジャースナインはメッツとのナ・リーグ優勝決定シリーズの際、敵地・ニューヨークで外食。その際、 会計を大谷翔平が支払ったとフィリップスが語っていたといい、司会がその詳細をフラーティに尋ねた。フラーティは、他にも溺れるメンバーはたくさんいるけど、ショーが払ってくれたと大谷が会計をしてくれたと認め、チームのイベントでみんなで食事に行ったんだ。うちのメンバーはみんなで一緒にディナーに行くのが好きで、メッツとの試合前、町に着いたときにディナーに行ったんだ。確かに僕が唯一 誕生日10月15日月で祝っていたと偶然にも自身の誕生日が重なったことでお祝いも兼ねた食事会になったというそして誕生日の自身にワインリストが回ってくるとそこまでやりすぎて一番高いボトルを頼もうとは思わなかった他のメンバーに任せた感じ他のメンバーに任せたと控えめに笑った会計の総額などは明かされなかったが みんなが集まってディナーに行ける機会があるっていうのはいいこと。家族は大切だけど、男同士で集まるのも楽しいと楽しい時間だったと明かした。フラーティはワールドシリーズ第1戦で6回途中に失点と力投。第5戦の先発が見込まれている。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。